小木の泉は日本のファッションデザイナー。ファッションブランドアンテプリマのクリエイティブディレクターを務める。1998年からミラノコレクションに公式参加している。夫はフェニックスホールディングス会長の小木野正明。東京都出身。新宿の一等地に土地を保有する裕福な家庭の長女として誕生する。祖父は銀座で帯や大吉を営んでいた。 学生時代には、同店にてアルバイトをし、日本の伝統美に触れながら自然にビジネスセンスを培った。中学から成城学園に進学する。内部進学した成城大学3年時、20歳で学生結婚。事業家である夫の仕事の都合で渡米。夫の事業が急進し、恵まれた専業主婦生活を送る。日本に戻り、24歳で長男を出産。 社会と接点を持ちたいという思いから、英文タイプ、英会は、料理、ヘアメイク、フラワーアレンジメント、ジュエリーデザインなどの習い事に精を出し、長男が通うインターナショナルスクールの幼稚園では、PTA 副会長を務めていた。しかしバブル期に仕事に邁進する夫との間に、次第に距離が生まれ、自分の意思で、人生の目的をしっかりと定めていきようと自立を、決意。 30歳を前に離婚する。離婚後、会う人たちに自分の決意を伝えていくうちに、ファッション好きで、社交的な性格が功を奏し宝石や毛皮のセールスの仕事に携わる。この際に開いたパーティーで後に、講師ともにパートナーとなる、小木野正明と知り合う。その後、日本の友人より、プラガの香港展開の声がかかり、 本格的にファッションビジネスの世界に飛び込むことになる。ゴルフ仲間、香港でニットの OEM 事業で成功していた小木野正明の3人で出資し、プラダの極東エリア代理店 IPI ファイ e a s を設立。責任者として5歳の息子を連れて香港に移住。29歳だった。しかし未経験だったため、当初ビジネスの段取りが解目わからなかった。 そのため現地のルイ・ヴィトン、フェラガモ、エトロなどのラグジュアリーブランド社長に直接連絡を取り、香港ビジネスについて商法から教えを交うた。そして、ペニーンシュラホテルに、プラダ1号店を出店。責任者として、初年度から利益を出した。当時について、主婦時代は何も見つからなかったのに、いざきちんと心を固めたらやるべきことが、次々と目の前に現れたと回想している。 その後着々とハワイ、台湾、シンガポール、そして日本への出展を進め、日本に IPI ジャパンを設立。また知り合って5年となる、小木の正明と再婚。お互いインターナショナルスクールに通う子を持ち、境遇が似ていた。急成長を続けるプラダをサポートした後、1992年 IPI 社の新ブランドピッチの責任者に抜擢される。その後、 プラダ社がミュウミュウを立ち上げることになり、IPI 社の株をプラダ社へ売却し独立、アンテプリマを立ち上げる。自身がクリエイティブディレクターを務め1993年、靴とバッグのブランドとしてスタート。デザインの経験はなかったが、プラダの仕事、幼少期の環境、主婦の頃の習い事が糧となった。 ブランド名はイタリア語で、アンテプリマイコールデビュー前を意味する。何事も未経験から始まった自身の経験から女性がデビューするのに遅すぎる年齢はないという思いが込められている。1995年には拠点をミラノに移し、プレタポルテを開始。東京、香港と3拠点を飛び回る日々となる。年間飛行機登場回数は100を超える。 1998年からミラノコレクションに参加。日本人女性として初めて公式日程参加したデザイナーである。また、アイコンとなるワイヤーバッグを発表。このブランド黎明期の頃、プライベートでは子育ての苦労の時だった。当時は互いにぶつかり合い、辛い時期を過ごすが、3歳まで100%の愛情を注ぎ込んで育てた経験を支えに息子を信じ。 乗り越えたという。息子は、その後パリで、コンピューターとアートを学び、現在デジタルエージェンシーを経営している。子育てと仕事について、本当に大変。どちらかを断念しなければならないとしたら、仕事を断念していたでしょう。生きている中で子供を育てることほど、面白いことはないし、こんなに意味のあることはないんじゃないかと思いますと、振り返っている。以降、 アンテプリマの機関店オープン。手袋、傘、着物、帽子など10カテゴリーのライセンス展開を開始するなど、着実に拡大。ライセンスは名義を貸すだけではなく、自身が直接監修している。ブランド15周年には、ハローキティとコラボレーションした。2013年には、日日交流400年を記念しローマの日本大使公邸で、ランウェイ賞を行った。2016年、 ファッションを通して、イタリアの文化を国外に広めた功労者として、同国の文化人を表彰するタオーモダのファッション部門を受賞し、古代遠景劇場にてファッションショーを披露した。60歳を過ぎた現在でも常に、どんな女性になりたいかを考えてデザインする。イメージすることが大切。人生は夢見たものを勝ち、願ったものを勝ち。常にそう思いながら、毎日を過ごしているという。 第9回企業家、小木野正明さん2015年1月ハーズ2009年1月号、フラウ2001年7月24日号 L2016 年5月号、ハーズ2009年1月号、アニアン2007年7月11日号、エクラ2008年10月号、w w D ジャパンマガジン2015年冬、ゴーハットエクラ2011年6月号、エクラ2011年6月号、 エクルティー2014年6月号、ありがとうございます。